改めまして皆さん本当にお疲れ様です。まず候補者として皆さんにお礼申し上げます。この14日間またその前の松井候補者 の、 その知事選含めてですか、それ以前からですか、とにかく気持ちよく選挙をさせてもらいました。候補者としていろいろと中わがままを言ったところもありますけれども、各地域で本当に大阪市内気持ちよく選挙させてもらいまして、何の悔いもありません。結果はこの後なんですけれども、本当に何の悔いもないぐらい、この素晴らしい舞台を整えてもらいまして、本当に皆さんに感謝申し上げます。ありがとうございました。また代表としてなんですが、この維新の会の選挙というものが、本当にこの他の、既存の政党を圧倒するような選挙戦を展開したというふうに自負しております。これも選対部長今井先生のリーダーシップのもとにですね、本当にこの大阪を変えるというために一期の新しい新人の議員の皆さんは職を投げ出して入ってきていただいたわけでして、こういう形で選挙をやる、それで大阪の形を変えていくんだということが、これはもうメディア通じて全国に知れ渡ったことなんではないかというふうに思っています。これまでの地方選挙といえば首長選挙を含めて当選することが目的というようにただなっていたかと思うんですが、今回は大阪都構想を掲げてですね、大阪の統治機構を変えるんだという、まずやりたいことが先にあると、やりたいことのために選挙をやっているんだということが十分に伝わった選挙ではないかというふうに思っております。引き続きですね、大阪維新の会はそのやりたいことを実現するための集団なんだということを、また全員で肝に銘じてさらなる活動を邁進していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日皆さんにお集まりいただきましたのは、この後共同記者会見、僕と松井さんでやります。もちろん結果はまだ出ていないんですが、勝利することを前提にこれまで活動してきましたので、負ければもう皆さんと話をした上でという前提はつくんですが、都構想についてもそれはできないという単純な話になってしまいますので、今日はまだ結果は出ていないんですが、もう次の手次の手ということで、共同記者会見においてですね、2人の勝利を前提として、この共同記者会見というものが大きな方向性を示すことになりますので、皆さんにこの執行部の考え方をお伝えして、お分かりをして意見をしっかりといただいた上で共同記者会見に臨みたいというます。そこで、2人の勝利を片一方でも落ちれば、もう今から話すことも何も全部なしにして、2人落選、1人落選ということになれば、メンバーの皆さんと議論して、方向性は決めるけれども、都構想は進めないであろうという会見になると思います。それはそれで置いといて、2人が当選したということを前提としてですね、今から4つの点について皆さんにご意見を伺いたいと思います。先ほど1時間前に執行部で集まりまして、4つの点について大体の方針というものが固まりましたが、その点については今からお分かりをして最終確定をしてですね、共同記者会見に臨みたいと思います。まず第1ですが、ここがおそらく大阪府政・市政のこの歴史上本当に大転換になる、まさに統治機構変えたという、証になる点なんですが、この点は特に大阪市会の議員のメンバーの皆さんに意見を頂戴したい点なんです。これはもう大阪府政市政を変える証になります。マニフェストや推進大綱等で、もう位置づけています統合本部、広域行政の統合本部なんですが、結論から言いますと、この統合本部の本部長を知事とする、市長は副本部長とすると、いわゆる大阪の統治機構を変えます。今までは政令市ということで、広域行政は大阪市内における広域行政は市長が当然これ全部司っていたところではあるんですが、ここをですね、今回知事市長の間で、ある意味取り決めをしてですね、本部長は知事で副本部長が市長と。ただ大阪維新の会のメンバー、政治グループとしてはこの政治グループですから、当然市議会のメンバーと府議会のメンバーが議論した上で広域行政については方針を政治グループとしては決めていきますけれども、この
行政上大阪市大阪大阪市役所大阪府庁という行政の行政機構の位置づけとしてはですね、知事が決定権を持つという大原則を方針を打ち出したいなというふうに思っています。これはあくまでも大阪全体の広域行政のことについてですから、じゃあ何がその統合本部マターなのかというのはこれからいろいろその課題は出していきますけれども、しかし大阪の全体の広域行政についてはこれは知事、府議会がまずは第一の決定権者であり責任者であるということを打ち出したいというふうに思っています。繰り返しになりますが、政治グループとしては市議のメンバーの皆さんと府議のメンバーの皆さんしっかり議論はしますけれども、公の貢献力の方針としては知事、府議会が大阪全体の決定権と責任を持つという新しいそういう統治機構、これはまだ制度化はされていませんけれども、今のこの現時点での合意に基づく統治機構のあり方なんですが、それを打ち出したいというふうに思っていますが、この点についてご意見を伺いたいと思います。2点目が二条例についてなんですが、二条例につきましては大阪市議会では過半数は取れていませんので、これは市長主導で、内規といいますか、いわゆる行政上の準則という形で、条例と同じようなそういうものを作っていきたいと思うんですが、府議会におきましては、これは対案を出す、いわゆる今議員提案で維新の会が出していますけれども、松井さんが知事に当選した場合には、今度は知事提案という形で対案を出しにかかるという方針で、やっていこうじゃないかという、そういう執行部の おまかな方針になっていますが、これもちょっと大きな話ですので、そういう方向でいいのかどうなのか、これも皆さんに諮りたいと、お分かりしたいというふうに思っています。直ちに可決ということではなくて、やはり議論は尽くさなければいけませんが、ちょっと厳しめのメッセージは出したいなというふうに思ってまして、行政サイド、これは教育行政サイドもそうなんですが、今まで選挙というものはかなり舐めてかかってきております。選挙を舐めているというのは政治家を舐めているといいますか、僕が任命した教育委員なので申し訳ないんですが、影山委員なんかは一回の選挙でこんなもん決めていいのかと、選挙ごときでみたいな感じで言われているんですが、これ今までの選挙はあまり激しい争点というものを設定せずに、とにかく当選することだけが目的だったものですから、行政サイドの方も選挙で通った、選挙で勝ったからといって、別に行政は拘束を受けないというふうに考えているんでしょうが、今回はもう反対論出ることを覚悟で、職員条例、教育基本条例を出し、教育委員会サイド、また知事局、総務部からもですね、徹底した反応というものを全部出させた上で、メディアでも散々議論してもらった上で、結果が出るわけですから、我々政治の世界では、どんだけ自分たちが正しい主張をしているというふうに思い込んでいても、選挙で負ければ身分まで失うという、そういう政治の場においてですね、教育委員会、いろいろ意見を主張していきましたので、今回の選挙、民意の結果については厳しく、それを民意の結果については配慮、どこまでするのかというのは、突き詰めていこうというふうに思っています。これは府議会の方の松井さんの方のある意味またではあるんですけれども、ちょっとその選挙の結果というものを突きつけるのと同時にですね、しっかり対案を出させるというところを求めていきたいというふうに思っています。3つ目が WTC の問題ですが、WTC においては積極活用しているということを僕が知事の時代、また府議会ではそういう方針を出していました。これも大阪市議会のメンバーの皆さんから特にご意見をいただきたいんですが、先ほど申し上げたその統合本部含めて、この WTC ビルの統合本部を構えたいなというのを思っています。ですから広域行政の話をするときには、僕が WTC に行くなりして、そこにですね、統合本部の事務局なんかも役人なんかも置きながらですね、そこ統合本部のある意味司令塔という形にしたいというふうに思っているんですが、この辺りもこれまでの大阪市政といいますか、大阪市役所で、考えてたこととはちょっと感覚が違うことかも分かりませんので、ご意見をいただきたいと思っています。4つ目、これは政治の話ですが、これから進めるにあたって、これから都構想を進めるにあたって、法律改正が必要になります。この推進大綱では23年度中に、法律改正、国に働きかけをし、国に協議を求めるというようになってますので、国に正式に協議会を作ってもらわなければなりませんし、国の対応というものを迫っていかなければなりません。
まあ、そこで、今日のメッセージが非常に重要になりますから、まあ、国が、その政党が全く対応しないということになれば、まあ、総選挙をやるというところ、まあ、僕はちょっと今まで、いろんなところでそういうメッセージは出してたんですけれども、それを正式に維新の会で、メッセージを出すかどうか、僕は出したいというのを思っているんですが、それについても皆さんご意見を伺いたいというふうに思っています。総選挙について、多分来年かそれぐらい中になるんでしょうか、まあ、国政においてはいろいろそういう動きもありますけれども、準備が必要になりますので、23年度中に、まあ、国が、また各国政政党がきちんとした対応を取ってくれなければ、この辺りはどこまでの対応かというのは、細かくはちょっとこの段階では設定はできませんけれども、多分国政の方ものらりくらりと意見だけ聞いて何もしないというパターンもあるでしょうから、まあ、それはまた順次維新の会でどこまで、特に、国政政党が本気になってくれているかどうかというところを維新の会のこの全体会議で確認をしながらですね、まあ、それでも23年中国が本気で動いてくれたということを我々のこの我々サイドの方で、これは相手方の方でボール投げながらですね、我々サイドの方で全体会議で国がちゃんと動いてくれたという、そういう確認が我々サイドでできなければ、これも国政選挙に乗り出すというところのメッセージを今日正式に出したいというふうに思っているんですが、その点についても、ご意見いただきたいと思います。まあ、特にあの西野先生のところ の僕はやっぱり西野明先生に対する配慮というのは必要だとは思ってますので、まあ、そういう点についてもいろいろご意見あると思いますから、どこまでのメッセージを出すかというところはちょっとご意見も伺いたいと思っています。統合本部の話、もういきなりこれ統治機構を変える話になります。広域行政について知事の議会の決定権責任を持つというのは今までの国政の姿勢で歴史で始まっていないのことだと思いますけれども、この統合、それから二条例の扱い、 WTC の問題、それから総選挙に対するスタンス、この点について、今言った方針で、未期の方が今の未期、あとは記者から今日は、質問が尽きるまで僕は答えるというふうに言ってますから、この大きな方針のことで、あとはこちらの方でさせてもらいますけれども、特に4点について、ご意見を伺った上で方針を確定し、その他の点についても共同記者会見において、この点についてはこういうべきだとか、この点についてはこう配慮すべきだということで、しっかり記者会見前に皆さんの意見を伺って記者会見に臨みたいというふうに思っています。以上です。はい、大変ありがとうございました。それではですね、タイマーから意見